あのトレンチコートを着こなしたいです。どういう意味ですか？卵みたいな顔で。卵？それ理想ですか？卵って。卵理想です。 Hey guys and girls on Ash Japanese, it's Kathy Cat. Today we're gonna go head out on the streets of Tokyo and ask Japanese people if they could become a foreigner for a day, a week or a little bit longer, what kind of foreigner would they like to become? And we're talking about like normal people. So let's find out what kind of foreigner Japanese people would like to become if they could. Let's go and ask Japanese.明日から外国人になったら何になりますか？フランス人憧れるな。なんか鼻が高くて彫り深くて目の色も透き通ってるのは日本人にない特徴なんで、すごい憧れます。じゃあフランス人形でなりたい。すごいもうシュッシュッて。じゃあ髪の毛とか目の色とかは何しますか？目の色青になってみたいです。青で金髪元がになってみたいですね。おー、青金髪。どうしますか？自分はどうですか？なんだ、金髪が似合う顔になりたい。あー、ロシア人も綺麗だよね。確かにロシア人綺麗。あー、最近スケートで見るロシア人の人が綺麗な気がします。あー、ザドギワちゃん背高いしね、うん、足長いよね。足長い、うらやましい。わー、何をしたいですか？その変わった人生で。陸上の高跳び、棒高跳びみたいな選手がすごい綺麗なんで、ああいうスポーツを背高くなってしてみたいと思う。あのトレンチコートを着こなしたいです。どういう意味ですか？トレンチコートっていうのはあれ、あの長い、よく海外の人が長いコートを着て、なんか背が高いから多分映えるコートだと思うんで、それをヒールとか履かないで普通のまあスニーカーっぽいぺちゃんこので履いても入るようなこう服装を着たいです。あ、トレンチコートが着たい。はい、かっこよく着たい、はい、日本人にはできないってことですか？いや、なんかやっぱ、ね、こう足を盛らないとちょっと痛いかなって、うん、コンプレックスですか？なんか平均的に身長もちっちゃい気がしますし、足も海外の人に比べたら割合的に短いと思うんで、やっぱなんかそういうスキニーズボンとか履いて長いのを強調できるようなファッションとかやっぱしてみたいですね。おー、そうですね。どっちが大事にしますか？顔と足の長さであれば。うわー、どっちも欲しいな。でも、やっぱ顔か、顔です。顔は命です。顔すべてだから。顔すべてです。顔が良ければ何着ても可愛く見えるし、顔は命です。オーケー。せっかくトレンチコートをかっこよく着こなしてると思うんですけど、それでは仕事にはなれないので、仕事何しますか？仕事は、あ、でもオフィスで、オフィスの受付で座るお姉さんになりたいです。綺麗。なんかバッて開いて綺麗な人がいたら、なんか受付してもらうのも緊張するぐらいな人がやっぱ受付にいたら、やっぱちょっといろんな人ドキッとすると思うんで、やっぱ受付したいですね。いらっしゃいませみたいな、はい、今日は何の予約、はい、みたいな、なんか誰様の予約ですかみたいな。誰様なんか、あのよく社長さんとか、なんか何さんの予約ですかみたいな、何まで何号室ですみたいな。おやってみたいです。おー、いいですね。じゃあフランスの受付とロシアのスポーツマン、はい、海外の人になれたら、しかも海外のメンズではなく女性になったら、何の理想の女性になりますか？綺麗系より可愛い系みたいな。なんか僕、外国の人で、あ、すごいタイプみたいなのがアリアナ・グランデ。確かにすごいですよね。身長あんまり高くないじゃないですか。小柄な方で、で、なんかすごいああいう女性女性になれたら、まあ、いいなと思います。モテそうですし、うん、じゃあ身長はそんな高くなくて OK？ なんて OK です。ジムトレーナーとかさ、体も健康になりますし、なんか話題性もありそうじゃないですか。綺麗なジムトレーナーがいるみたいな感じで。確かに。行こう行こうみたいな感じで。韓国人の女の子になってアイドルになりたい。今すごい流行ってるじゃないですか、うん、韓国のそのアイドルになって歌って踊りたい。で、みんなからキャーキャー言われたい。何系、なんかそのちょっと
セクシー系か、可愛い系か、スタイルのいい系、クール系とか、なんか何のアイドルになりますか？もうクール系がいいです。はい、はい、グループ作りますか、それとも一人でアイドルになりますか？あ、グループがいいです。生まれ変わって外国人の女性になることができたら、どの見た目がいいと、その時に何したいを私に教えてください。めっちゃ白い、白い人、なんていうの、白人か、白人のめっちゃ瞳が綺麗な、髪が茶色くて。逆に髪の声茶色いがいいんですか？はい。なんでですか、金髪とかじゃなくて。なんか自分が茶色好きだから。自然の茶色で。髪の毛と、なんか目が綺麗な色、何の色が綺麗と思いますか？青とか、綺麗な青な。おー、ブルーアイズですね。ブルーアイズ、茶髪。そして、何の国に生まれたい、変わりたいんですか？フランスとか。フランス美人。はい、かわいい。じゃあ自分はどうしますか？なんか身長、スタイルよく、身長が高くなり、なんかそういうすごい背高い女性に。何センチぐらいがいいんですか？170とか160より、もともと150しかないので、高くスラッとした感じになる。見た目どうしますか？あ、でも同じ感じで、その白人系の外国人がいいです。じゃあ明日から理想の女性の、まあ、外国人女性になることできたら、何人になりたいですか？ファッション関係のお仕事がしたいです。雑誌とかテレビとかに出る女優さんとかになりたいです。じゃあ見た目はどうしますか？それを出れるようになるといえば、あの背高い以外には。金髪で、鼻めっちゃ高くて、青い目、顔がもうこんなちっちゃい。これ赤ちゃんじゃないですか？めっちゃちっちゃくて、卵みたいな顔で。卵？それ理想ですか、卵って？卵理想です。なんか丸い、可愛くない？で、めっちゃ足長いみたいな、もう九頭身みたいな。どこでその生活を送りますか？フランス。緑の目がいいです。金髪で、足長くて、鼻高くて。結構その金髪、足長い、鼻高いのは日本で人気ですか？人気です。はい、イタリアがいいです。おー、なんかフランスってイタリア人気ですね。まあモデルになって、こっちもモデル系、雑誌、ファッションだったら、それ以外を何を始めますか？ピザ。美人で。ピザ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 食べに、作る？食べる？作る。作る。作ります。いいだろ、イタリア的な感じで。イタリア的な。いいですね。これ人気が出ると思います。なんかもう店作ればいいじゃないですか。店、いいですね。店作る。店。モデル生活ね、いずれ、あの終わった時にはもう店開いて。ピザ。ピザ。いいですね。フランスで何をしますか？モデル。じゃ何系モデルがいいんですか？その普通一般人、ユニクロ的な H&M ファッションか、ゴシックとかパンクとか。ゴシック。もう可愛い、お人形さんみたいな。綺麗な女性が多いイメージが。じゃあオーストラリアはカンガルーと一緒にいたりとかしますか？いいですね。じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございました。The Hollywood image seems to be very predominant when people want to become a foreigner. Actually, talking about one of my friends, she is working as a model and talent here in Japan. She said she wishes she was half Japanese, for the reason being that she would get the freedoms of a Westerner, but at the same time, she would get accepted more into society and especially into entertainment industry, being half Japanese. However, some of my half Japanese friends have said it's actually really hard to grow up as half Japanese because some people will not accept you in either culture. So as you can see, the grass is always greener on the other side, and it's really hard to tell. But how about you? Would you like to be reborn or come out somewhere for a day in a different country and live a different life? And what life would that be? Let us know in the comments down below. Also, don't forget to hit the like button if you enjoyed this video. It makes a big change. If you're new, don't forget to tick the subscribe button. And there's more interesting stuff in this video down here, so don't forget to click that. And check out some of our own videos. I hope you enjoyed this, and I'll catch you soon on Ask Japanese.